皆さんこんにちは。森泉さんの妹でモデルタレントの森ひかりさんが女性自身にイケメンサーファー起業家との熱愛交際を報じられ注目を集めています。森ひかりさんさんは祖母は世界的にも有名なデザイナーの森花江さん、父方の祖父は花森絵グループ会長の森健さん、父親は花森絵グループ社長の森武さん、母親はイタリア系アメリカ人の森パメラさんです。兄弟もそれぞれにモデルやファッションプロデューサーというセレブ一家の出身です。今回は女性自身の報道を受けて起業家との熱愛報道の真相をお伝えしていきたいと思います。森ひかりさんは新生お嬢様のため幼少期からマナーや言葉遣いを厳しくしつけられてきたそうです。花チールの読者モデルをしていました。その後2012年から2014年にファッション雑誌キャンキャンの専属モデルとして活躍しました。女性自身によると森ひかりさんは6月下旬に神奈川県湘南エリアにある人気スペインバルでイケメン男性 A さん等と食事をしていたといい、居合わせた客はその時の様子についてこのように話しています。お腹を見せた流行りのファッションでスタイルの良い女性が入ってきて目を引きました。このお店の常連らしき男性と一緒でしたと証言しています。森ひかりさんと A さんは店で7人ほどの友人と合流し、22時半頃に近所のバーへ移動し、深夜1時過ぎに森ひかりさんはワイングラスを片手に店の外に出てくると、後から A さんがやってきてイチャつき始めたそうです。 A さんが森ひかりさんの頭を撫で、お互いの耳たぶを触れ合うなどラブラブな雰囲気だったとのことです。森ひかりさんと密着していた A さんとはどのような方なのか、地元関係者はこのエリアでサウナやトレーニングスタジオ付きの宿泊施設を経営する30代半ばのイケメン実業家です。クリエイティブディレクターの肩書きも持ち、趣味がサーフィンということもあり、森ひかりさんと共通の知り合いの紹介で出会ったようですと明かしています。かなりやり手の男性が現在の熱愛彼氏のようですね。また森ひかりさんの知人は2人には共通点が多いとし、2人ともエコ志向で湘南を愛しています。森ひかりさんはこちらで畑仕事をすることもあり、波音を聞くと安心できるとか、2人の心の距離もどんどん近くなっていったようですと証言しています。森ひかりさんは昨年10月時点で結婚を考え始めていると告白しており、森ひかりさんは日本を代表するファッションデザイナー森花江さんの孫。結婚相手については以前ファミリーがどう思うかも大事と話しており、結婚には今まで慎重な姿勢でした。そんな彼女が結婚を意識しているなら A さんは本命の男性なのかもしれませんと、結婚の可能性もあるとファッション関係者が語っています。女性自身は真相を確かめるため森ひかりさんの所属事務所ボンギマージュに A さんとの関係を聞いたところ、プライベートなことは事務所の方で関与しておらず本人に任せています、ただの友人だと思いますとの回答でした。森ひかりさんの実業家との熱愛報道に対してネット上では、青年実業家か、お似合いね、伊勢屋なんかよりずっといいよ、相手知らないけどなんか男性のタイプもちょい悪が好きなんだな、サーファーってなんかイメージ悪い、薬物が身近にありそうなどの声が上がっています。森ひかりさんはこれまで何度か週刊誌に熱愛を報じられており、2015年には当時通っていた慶応大学の後輩とハワイ旅行をスクープされました。それから約1年後の2016年4月にはフライデーによって俳優伊勢谷友介さんとの熱愛交際が報じられました。伊勢谷友介さんといえば広末涼子さん、長澤まさみさん、木村佳乃さんの元彼とも噂されていましたね。森ひかりさんと伊勢谷友介さんがスクープされたのは2016年の春頃でした。きっかけは新厨房ですよ。
の共演だったと言われています。森ひかりさんは森花江ファミリー、そして伊勢谷友介さんはデザイナーの山本寛斎さんと異母兄弟で、東京芸術大学美術学部デザイン科を卒業されています。ということで、芸術的センスや教養のある2人はお似合いという声が多かったようです。驚いたことに、伊勢谷友介さんのお父さんは7回も結婚されているようです。自由奔放な父親の姿を見て、ご自身は結婚に慎重になっていたなんていう経緯があったのかもしれませんね。伊勢谷友介はお父さんが53歳の時のお子さんということも明かされています。この時点で2人は半同棲状態にあり、その後も順調に交際を続け、たびたびデート現場を週刊誌に撮られており、結婚秒読み状態とも言われていました。しかし2020年9月に伊勢谷友介さんが大麻所持で逮捕され、この事件後にスポーツニッポンが伊勢谷さんと森ひかりさんは2020年春までに破局していたことを報じました。4年ほど交際期間がありますが、関係者の話をよると、伊勢谷友介さんは気性が荒く、言い争いになることも多かった、破局と復縁を繰り返していたそうです。 DV 疑惑も報じられていましたから、森ひかりさんもいろいろと大変な苦労をされたのではと思います。それ以降、森ひかりさんは男性関係の噂は特になかったようです。伊勢谷友介さんとの破局から2年が経ち、イケメン実業家との交際疑惑が今回報じられ、女性自身によると結婚の可能性もあるとのことです。伊勢谷友介は世間を騒がせたこともあり、森ひかりさんのご家族もいろいろと心配されたことでしょう。2022年現在、素敵な男性と恋愛されているようなので、ホッとされているのではないでしょうか。フラッシュによると、森ひかりさんは恋愛も奔放で、複数のボーイフレンドがいて、過去に恋人がいる外資系証券マンを略奪したこともあったとしています。過去にはこうした報道もあったので、もし付き合っていたとしても結婚までは発展しなさそうな気もしますが、果たして今後どうなるのでしょうね。森ひかりさんは過去に芸能界引退を正式に発表したこともあったようです。芸能界引退の理由は何なのでしょうか。普通に考えると結婚かなとも思いますが、そうではないようですね。おしゃれイズムロケでの危険行為への批判がきっかけのようですが、どのような危険行為だったのでしょう。2021年9月5日に放送されたバラエティ番組おしゃれイズムに、モデルでタレントの森ひかりさんがゲスト出演。 VTR でロケの様子が流れましたが、ネット上では彼女の危険行為に批判が集まりました。森ひかりさんは同番組の MC の一人である森泉さんの妹。2019年1月31日の放送回以来、約2年ぶりの出演となった今回は、自身の YouTube チャンネルの登録者数がなかなか増えないことを明かしています。自家製味噌を作るほど発酵食品にハマっていることなどを明かしています。他にもユニークな形の野菜をエロい野菜と呼び、写真撮影することにも熱中しているそうです。金継ぎや染め物など、日本の伝統芸能にも興味を持っているそうで、かなり多趣味な一面を見せていましたと芸能ライターは話しています。番組の終盤には、石川県の能登半島を光さんと泉さんとで訪れるロケ VTR が流れました。光さんが車を運転し、泉さんを秘密基地に連れていくとして、世界農業遺産にも登録されている有名スポット白米千枚田を訪問。光さんは道地の棚田の一部を借りており、泉さんに紹介する内容でした。そんな中、光さんの運転に対して怖いという指摘がネット上で続出。ドライブ中、助手席座った泉さんと会話していた星さんですが、話に熱中しすぎたのか、完全に真横を向いて運転するシーンがたびたび見られていました。そのため、視聴者から、光が頻繁に助手席の方を見ているのが恐ろしい、ちゃんと前向いて運転して
森ひかりの運転が危なすぎ、ヒヤヒヤして話の内容が全然入ってこないといった声が続出しました。こうした指摘が多数上がったのは、ひかりさんが過去に事故を起こしたことも関係しているようです。森ひかりさんは2018年7月東京都港区で追突事故を起こしてニュースになっています。当時現場は渋滞中で、徐行運転していたひかりさんは前の車が止まっているのに気づかず追突してしまったようです。幸い怪我人などは出ていませんが、所属事務所はメディアの取材に対し、ひかりさんに厳重注意を行ったと説明しています。こうした経緯があるにもかかわらず、脇見運転をしていたひかりさんに厳しい声が出るのは当然かもしれませんね。なお同番組は9月いっぱいで終了し、俳優山崎育三郎さんのおしゃれクリップがスタートすることとなりました。この騒動は番組の交代で収まりましたが、今後同じようなトラブルが起こらないことを祈ります。6月6日の TBS 王様のブランチってタレントの森ひかりさんから唐突に発表された番組卒業でしたが、実はトラブルを起こしての降板だったようです。幼稚舎から慶応育ちで、今もまだ大学に在学中、昨年1月号までキャンキャンの専属モデルをやっていて、昨年から1月から王様のブランチのロケコーナーにレギュラー出演するようになって人気が上がりましたと芸能記者の意見です。今春からは石田純一の娘すみれさんからバトンを受け、新厨房ですよ。で、坂井正明さんのアシスタントに抜擢されました。森ひかりさんは森花江に息子さんに嫁いだアメリカ人の母との間に生まれ、長兄次兄に続く3姉妹の末っ子です。姉の泉さんと同様、ひかりさんもタメ口で大御所相手でも歯に衣着せぬトークをするタイプ。パリのオートクチュールで長年活躍してきた花森江さんを祖母に持つだけあって、姉妹全員フランスの社交界デビューを果たしているような家系です。普通のファミリーだよなんて言えるところが魅力なんでしょうね。良くも悪くも空気を読まないとの芸能記者の意見です。その天真爛漫なキャラがトラブルを起こしました。ひかりさんは5月8日から大学の後輩の男性とハワイに旅行に行ったんです。フレンチのピカイチガールのコーナーは毎週週の後半にロケで何軒かのショップを回ります。生放送のスタジオに出演するのは数回に一度ですが、9日の出演は旅行ではなく別の理由で断っていました。さらにその翌週用のピカイチのロケをサボったというのです。結局16日放送のコーナーには特別編として他のタレントがゲスト出演しましたと局関係者の話です。ひかりさんの彼氏とのハワイ旅行はフラッシュにも写真が掲載され、番組側は激怒しました。そのままクビというのも原因が明らかすぎてかわいそうだし、今後の準備もあるというスタッフのパカライで、あと3回だけ出演そして卒業という形にしました。最終ロケの時にはお疲れ様の打ち上げもしたけれど、実際はサボりによる降板ですと局関係者の話です。ひかりさんの所属事務所は仕事を飛ばしたわけではなく、学業にもフォーカスしたいという希望で、プロデューサーさんとも前から話していたんです。一緒にハワイ旅行に行ったのは交際相手ではなく昔からの友達の一人です。あくまで留年を重ねている大学の学業を目指しての学業優先と弁明しています。これまでも熱愛報道やテレビ出演をサボり、ハワイ旅行するなどの理由で降板になるなど話題になっている森ひかりさんです。2022年現在の熱愛報道は誰と話題になっています。インスタの水着姿&すっぴんが超可愛いというのも注目を集めているようです。森ひかりさんのインスタにもすごくセクシーな水着での1枚を発見しました。火の打ちどころのない抜群のプロポーションですよね。ハーフということもあるかもしれませんが、足の長さと体のラインの綺麗さ
森ひかりさんのすっぴんが超かわいいという噂なのですが、どのような感じなのでしょうね。森ひかりさんのすっぴんに対しての意見なのですが、もしかして整形なんて声が上がっていました。整形と思われるほどの美形なのでしょう。子供の頃から超かわいいので、整形というのはガセネタだろうと思います。スタイルですが超美形、そして美肌だなぁと感じます。食生活と適度な運動が美しさの秘訣。伊勢谷友介さんとの交際は伊勢谷友介の DV の噂もあり、大麻所持で逮捕となり、破局しててよかったですね。現在はサウナやトレーニングスタジオ付きの宿泊施設を経営する実業家との熱愛報道がありました。男性の趣味がサーフィンでエコ志向というのも、アクティブ&ナチュラルな雰囲気の森ひかりさんにぴったりお似合いですね。テレビの降板もあり、その天真爛漫な性格でトラブルも多い森ひかりさんです。水着姿やすっぴんも超かわいいと注目を集めている森ひかりさんです。抜群の美貌にスタイルの良さを生かして、森花江ファミリーとしてこれからも芸能界で活躍されることでしょう。森花江さんの喪が明ける頃には幸せなニュースが聞けるかもしれませんね。最後まで動画をご視聴くださりありがとうございました。